さて今回もネクロネーターやっていきましょう。さあ今回は2周目のボス戦に突入ですね。まあその前に前哨戦といきましょうか。さあなんとかねいいカードも引きながら来てるんで、デッキの編成はねあんま良くないんですけど、進めているよと。サバイブか。生き延びるんなら簡単なんじゃないかな。さあ結構これね、最初のね手札が終わってると最悪になるんですけど、まあ、これ最悪ですね結構ね。あここをうまく使えばいいか。来たらこう出してね。ハンマーで潰して、いや多いな、まずいぞ。爆弾もセットしてと。これ量が多いですからね、なんとかねしのいでいかないと。やばくないか。なんとか耐え、なんとか。よしよしよし、無限ビート。さあ弓がねイデア攻撃になったんで、これ変わるかなと。いや痛いですね、かなり来ている。これやばいんじゃないか。あナイスナイスナイス、でっか。止まれ、あ止まんない、あれそういうやつじゃないの。さあ回復ミスりました。落とせ落とせ落とせ、あ遅くなってるか、聞いてるわ聞いてる聞いてる。さあ上から来るぞ、上からめっちゃ来るぞ。よしこれ、ね、もう攻撃しましょう。あ撃てないか、まあ、誰もいきます。はいドゥン。城で攻めましょう。工場全開始です。副産物も付与して、あの虫早いな。だいぶ強化されしてますよね。ちょっとこうせき止めながらねやっていかないと。まあ、拠点取ったらだいぶね変わるだろうと。さあだるまどうかな、聞きました今。どうですかね、聞いたら嬉しいんですけど。まあまあこんな感じだね、前哨戦はいい感じに進んだかな。まあ、もう攻めてもいいですね。出していくのみですよ。さあこんな感じでいくよと。お250ダメージ、広いエリアね。回復かな。回復が一番ですよ。さあ直前はこれ強化ですかね。まあこうだるまとか強化したから、こういうまあテリーとかでもいいんですけど、この子たちもっと強くなんないかな。14ダメージ、22ダメージか。序盤これ結構使うからね。じゃあこっちにしよう。さあ地味な強化ですね。さあ行きます、ボス戦ですよ。
まあ、数でもってね倒せるんで、なんとか序盤さえしのげればいけるし、あの虫いないからね多分押し切られないだろうと。さあリーダーを殺せと。まずはこれね、エリアがすごいんですよね。こっちかな、こう向けて上向きだね。これセットしまして、引いて、あれどっか置けない、あー無理か、昔拠点攻撃できたよね。あ、リドローしたらそれね出ました。138か、使えないな。この辺から出してね、妨害、妨害じゃないか、足止めですね、しましょう。なかなかリドローのタイミングないんで、ちょっとね落ちたら、両方落ちたら行きます、使います。よし、さあ今回の勝ち筋としては、まあ超大軍進行が重要だね。あまりリドローするデッキじゃないんで、敵のこのリドローをやめるやつ止めるやつはあんまり効かないから、そういった強みはありますかね。まず悪魔出しますか、 UDD2 回ね。スペイルは1回か、出しといて、あ、来た来た来た、よし回復しましょう。これ下向きでいけるね、よしよしよし。まあ、まずはね数ですよ、まあ、止めながらでいいんで構築しましょう。もう速攻でいけるんじゃないですかこれね、もういったでしょ、こんなったらね、はい、回復と。時が止まってるわけじゃないからいいのか、別に止めてまとめてドゥンですよ。あ、ボスやっちゃったね、まさか止めるのが悪い方に働くとはね思ってなかったでしょうね。めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。これが作戦よ。使う場がないな、誰も出すかな、出せん出せん、うん、いいえ、いけいけいけ、好きに進め、好きに、ヒコヒコヒコ、リドロー以外でも引きますからね、この量よ、こんなね処理落ちするんじゃないかくらいの。おい、いけ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 、止まるな止まるな、引きでいきますね。あ、全然もう余裕ですよ、余裕、余裕すぎましたね。なんならもうねそんな全然いないですけど、まだ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 いますからね。これは強い、強すぎましたね。やっぱ身軽じゃないからね、構築さえできたら完璧だと、それは常に証明しています。さあレリックですね、 25% マナリジェネーションと、だソウル減る量が減りますよと、もういらないからね、これヒット候補かな。マナがねもうほんと生命線なんで、これだね、1個持ってなかった、こんな感じのやつって、気のせいかな。3周目の世界です、これかな、あ、50より下のやつがあるのか、そんだけかな。これ純粋に増えるんでいいだろうと。これわかんないね、スペルコスト 50% レスオールショップ、安く買えるってことかな、
スペルコストって書いてあるからね、なんかコスト低く使えるかなと思うんですけど、か低く買えるのかいまいち分かってない。ショップ行ってみれば分かるのかな。まあ、ね、どっから行くと思うんで、まあ、3周目じゃあ1戦だけしていきましょう。これめっちゃ手に入るんで、これで持って押し切るのがいいのかなと。これ初動キャッスルよ。爆弾を置いて、よしケルトンも出してと。ナイス。いいね。あの爆弾いいな。安価でね。金止めきっちゃいますから。まあ一応こいつ出しといて。まあ、これは回復だね。もう一回いけるね。まあ、この一枚だけで押し切れるかな。じゃあやれば。やり合ってますね。うん、しぶといな。まあでも数は溜まっていってますから、まあこれ壊れますけども、まあ十分押し上げれたかなと。ちょうどいい悪い場所で戦ってたんだよね。いいとこあんじゃん。こい、こっからこいしよう。まあ進めるほかないですかね。ナイスナイス。よし、あ、減ったね。さあ遠いツールボックスとおもちゃ箱ですか。おもちゃのツールボックスとポケットマジックハンマー、これが手に入るよと。ユーティリティか、まあいいかな。これはさすがにユーティリティ多いですよね。こんなないから取ったんですけど、ちょカードこれ消そっかな。ショップでこいついらないです。絶対出せないんで、 100% 出せないカードずっと持ってますからね。お墓これコスト下げたいな。デメリットとしてはマックス10なさそうだね。消えるわけでもないし、これめっちゃ安く出せると思います。15とか13とかかな。さあ来ました。やっぱここで安く買えるんだね。スペルコストで書かないでほしいけどな。じゃあソウルコストじゃないの、その場合は。じゃあまずはね、これ消してもらってと。確か自分で買った気がするんですけど、番長入れよっかな。番長、番長虫、これ結構使えるんだよね。これも入れようか。よし、オッケーと。まあちょっとカード増やせたかなと。まあ、特に引くカードが多ければね、回復が出る可能性も増えるんで、まあ、その辺でうまくいけるだろうと。で、キャッスルをね、うまく使ってと。まあ、今日群れで攻めたら変わんないね。